こんばんは。2017年10月の13日、20時37分です。よろしくお願いします。音声と映像問題ないですか？音声と映像問題ないでしょうか？大丈夫かな？わだつでーす。こんばんは。桃組勝たせてください。桃組のあのゼロゲチャンビンより勝ちたいの。桃組厳しくねえか、今日。桃組厳しいと思うよ。文鳥買ってきてこの中にいるよ。ねえ、2日連続勝ってたもんね。でね、この中で飼育します。これアクリルケースなんだけど、ちょっとヒナなんで飛ばないんでね、今から準備したいと思います。まずね、北海道。ちょっと厳しいよね。そうだよ。この中に入ってるよ。この中に入ってる。だから超かわいいよ。びっくりするよ。まず、北海道を仕込みます。北海道。北海道下だよ。わかってるよ。北海道。これ揉めばいいの？北海道って俺使ったことないんだけど。え？振ればいいの。まずこの北海道を振ると。振ればいいのかな。ん？振ればいいの北海道って。揉んだり振ったり。北海道。いや、今、用意するよ。ちょっと待ってね。和道さん、トツマチ。いや、向こうがかけてこいって言って。俺は誰のトツも断らないから。なんで俺がわざわざお前にかけないといけないんだよって。それどころじゃない。それどころじゃないんだよ、こっちは。嘘。ユカチ、ダメだった。ビッチだった。 これくらいでいいのかな？お、あったかくなってきた。もう大丈夫？これくらいでいい？で、これを蓋の方にしますね。アクリルの蓋の方に入れて、ちょっと端っこに寄せておこうか。ちょうどいいね。で、あったかい部分と冷たい部分。で、蓋の下にこう置きます。これでね、ヒーターになるんで。で、今度はキッチンペーパーを引きます。キッチンペーパーを買ってきたんで。よいしょ。1ヶ月間ぐらいはちょっと挿し餌をしますよ。この子はまだ自分でご飯食べれないちっちゃい子なんで。キッチンペーパーをどれくらいかな。え？温まらない。これじゃダメなの？嘘。どうすればいいじゃあ。これでいい？こっち？みんないるよ。ザクロは才能あると思う。え、こういうこと？これでいい？あなたはダメです。酸欠になっちゃう。え、どうすればいいの？ただ下に置くだけ。それだってやけどしちゃうよ。下に置くってアクリル板の下に置くだけ。こういうこと？こういうこと？だったら挟んでいいんじゃないの？こうやって。ダメなの？北海道機能しない。じゃあこれでいいのね。これじゃあ台所持ってって。で、ふかふかにしてあげます。くしゃくしゃにしよう。ちょっとくしゃらせてふかふかにしてあげます。
で、この中に引きます。はい、これで巣箱完成。さあ、あったかくならないんだけど、これ時間かかるのかな。いや、やりまくってるよ配信者なんか。じゃあ開けていいですか皆さん。すっごいうるさいよ。開けていいですか。まだ名前決まってないんだけど、開けていい。釈迦がどんなリアクションするかもちょっと興味あるよな。釈迦がどんなリアクションするか。超かわいいよ、びっくりするよ。で、行きます。おいで。まだ名前ないけどね。かわいいなお前。こんばんは。今日からうちの子だよ。おいで。出られない。おいで。おいで。おいで。はじめまして。ちょっと怖がってるね。おいで。泣かないね。おいで。おいで。うん。怖いの？ちょっと見る。怖がってますね。怖いの？おいでよ。かわいいでしょ。超かわいくない？寝てるよ。眠いのかな。寝てる。寝たな。うん、かわいい。うん、ちょっと怯えてるから様子見ましょう。かわいいね。いや、目開いてるよ。寝た。名前何にしようかな、この子。かわいいね。もう超小さいよ、釈迦と比べたら。おいで。眠いです。もふもふ。眠いです。北海道があんま機能しないんだけど、全然暑くないんだけど。これキャバタンだね。またちびっこだよ。おいで。おいで。怖がらなくていいよ。おいで。眠いのか。ただ箱の中で寝るわけにいかないでしょ。毛質がね、子供だから、ヒナだから、まだその毛が生えてない、まだね、生まれたばっかりの子です、この子は。3500円だね。ちょっとサムネ変えてくれなきゃブロックするわ。サムネ変えて。おいで。え？寒いんだと思う、多分。でもさっきすっごいうるさかったのにね。借りてきた猫みたいになってる。かわいいわ。おい。おい。おい、毎度。挿絵、今日はもういらないって。裸電球でもいいね。うん。釈迦がどんな反応するかだよね。オスだといいんだけどな。ちょっとメスっぽいよね。メスっぽくない？なんか俺メスだと思うんだけど。この子も。寝たね。眠いのかな。ちょっと家用意したんで、家来てもらってもいいですか。よいしょ。かわいいわ。ちょっと出てこないんですけど。寒いのかな。どうしようか。困ったね。
うずらさっき見た超かわいいね。うずら思ってたより小さかった。おいで、強制的に出そうか。あーつって、あー出てきたね、出てきたね。こんにちは、こんにちは、かわいいよ。おいで、恐竜みたいだね。おいで。出てこないね。泣かないね。さっきすごい泣いてたけど、多分警戒してるんだと思う。寒い、おいで、手のひらで温めてあげる。おいで。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。ああ、うん。はじめまして。怖がってる？怖いね。大丈夫だよ。手のひらおいで。あ、すごい怖がってる。乗っかれないのか。乗っかれないのか。ちょっと出ようね、一回ね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おいしょ。大丈夫だよ。もうこっちに出そうね。あ、うんちした。うんちしたね。よかった、よかった。ごめんね、ごめんね。お前すっごいなお前。あー、ごめんごめんごめんって、ごめんって、怒らないでよ、怒んないで。ちょっとどいて、ごめんね、ちょっとだけどいて、うん、ありがとう。冷たいよね、今温めてあげるから。ちょっとこれわかったよ、ちょっとね。うん、寒いでしょう、そこ。お疲れっす。はい、おいで。はい、はい、おいで。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。うん。はい、はい、OK。うん。あったかい？いい子だね。手のひらでも暴れないね。今ね、ちょっとあ、うん、いやいやしない、あんまり。ちょっと温めてあげる。うん、いい子だ。犬丸さん、ありがとう。よろしくね。名前何にしようかな。名前何がいいかな。温まったかな。近くでアップで見る。アップで見る、みんな。羽がね、生えたばっかりでね。うん、羽生えたばっかり。うん、ごめんごめん、痛い。よいしょ。こうすればいいかな。かわいすぎるでしょ。すんごい小さいでしょ。名前何がいいかな。かわいい。ちょっとこっち側来て。親指ぐらい、親指ぐらいの大きさかね。どうも、はじめまして。ねえ、さっきすごかったのにね。寒いんじゃない？寒いのかな。多分眠いんだよ。もうちょっと10分ぐらいしたら寝かせてあげよう。
消しゴムぐらいの大きさかな。いやいや本当にすごい小さい。ほらこれ手でかい方なんだけど3500円かな。すんごい小さいよ。シャカタクラ砂肝はダメじゃん。謹慎にも程があるだろ。砂肝はやべえ超かわいい。この子にゃーんつってオスだといいんだけどな。ちっちゃい。シャカと全然違う。パレスティウディ六本木。いやペットショップに売ってるよ。今シーズンだからまあこの先だと春先にならない、手に入らない。どんぐらいの大きくなる？いや、釈迦の大きさだよ、釈迦。釈迦の大きさになるよ。もう倍ぐらいの大きさになるね。すげえ、借りてきた猫だね。3500円だね。うん、画質もいいでしょ。どうも、こんにちは、つって。泣かないね。うん、足はもう成長と同じぐらいでかいね。足かでかい。名前ブッダにする？うん、かわいい。なんか目クリンクリンなんだけど。すげえかわいい。うん、眠い。いやもうこの子は絶対懐くでしょ。手のひら嫌がんないから。注射器で餌あげるよ。スリさんいらっしゃい。名前どうする？何がいい名前？すげえ小さい。ほらジーザス。ジーザスいいかも。キリストか。白。オスメスはね判断無理ですね。だから釈迦のパートナーを飼いたいと思って探してたんだけど、やっぱりねこれメスかなオスかな。もう鳥はね見分け不可能って言われてる。3ヶ月ぐらい経って初めてわかる。ブンタポセイドン可愛いよね。ちっちゃい。あのねみんなが思ってるより小さいよ、うん、俺の顔と比べるとわかるかな。なんつうんだろう、もう本当にタバコと比べるとわかるか。タバコの大きさがこれだよ。どれくらい小さいかわかるでしょ。わかる？タバコよりもはるかに小さい。ほら口の中に一口だね。あの生卵よりもでかい。いやだから画面映りがすごいでっかく見えるからびっくりしたのよ。タバコの3分の1もないんだよ。びっくりするぐらい小さいよ。ほらタバコが超でかく感じるでしょ。なんかちょっと画面映りがねでかく見えちゃう。すげえ小さいよこの子。あそうだね、500円玉ぐらいの大きさだね。500円玉ある。500円より一回りでっかいぐらいかな。でもこの子暴れないね。釈迦もっと暴れだけど。ご飯は注射器。もっとねピャ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 ってすごいうるさかったんだけど。いい子だね。緊張してんのかな。10円玉でも分かりやすいかな。すごい可愛い。ちょいで。歩けないかまだ。10円どこ？10円の大きさがこれくらい。10円だと分かりづらいかな。分かりづらいね。ありがとう。ピント合えばいいけどね。眠いのかな。寒いのかな。ちょっと暖房入れてあげて。今北海道は温めてるから。あ、
そっちあったかいね。なん手のひらあったかいから。わかんないよ。この子の、タレントとしての才能で、眠いアピールをしてるのかもしれない。演技をしてる。多分緊張してるんだよ、環境が変わったから。子供だね。生まれたばっかりって感じ。25度ぐらいあった、うん、ちょっと暖かめにしてあげて。今ね北海道このカゴの中に入れたから、もう少し手で温めてあげたら、あれしよう、カゴの中入れてあげようね。ねえ、名前何がいいかな。ちっこいな、尻尾も可愛いな。全然ちびっこい、ほら釈迦と全然違う。ちびちっちゃいね。おい、彩香さんいらっしゃい。全然ちびちびだよ。体がね、こんだけしかないの。体がこんだけしかない。画面で大きく伝わるよね。名前何がいいかな。まだでも羽が生えてないね。羽が生えてない。男の子か女の子はね、名前は分かんない。3ヶ月後ぐらいに分かる。そうそう、お疲れ。カイロはね暑すぎる。でもそうでもないよ、キッチンペーパー引いたから。そう、まだ分かんない。そうそう、子供から人になれるとめちゃめちゃ、もうこの子は手に乗っかっても嫌がらないから、多分ベタベタになつくね。綺麗な白だから白文鳥です。釈迦と同じ白文鳥。うん。おい、マチルダいらっしゃい。すんごい軽いよ、すんごい軽い。てかこんなに小さいんだね、びっくりするよ、本当にびっくりするよ。上から見ると分かりやすいかな、こんな感じ。タバコよりも小さい。すごくない？くちばし赤くない？最初はっていうか、ひなの頃黒っぽいはずなんだけど、この子アルビーノかもしんない。白文鳥飼ってるんだ。たくみさんは脱。お腹の袋が餌袋ね。首のところについてるのが餌袋。もう今日は餌あげなくていいと思う。ゲージっていうか、これ、このアクリルケースに北海道入れてるね。あったかいよ。大丈夫だと思う。北海道。いっぱい買ってきた。この中に北海道入れてるから。うん。俺にもあったのかな、こんな可愛い時は。あー、アイテムありがとう。いや、釈迦も可愛いけど、このヒナの状態の可愛さは異常だよね。餌はね、アワっていうか、その子供用の栄養高いやつね。フェイスタオルで北海道巻く？いや、キッチンペーパーでいいって言ってたよ、北海道で。実際それで飼育してたよ。今ね、多分ね、手の中があったかいからね、手の中で温めてあげてる。泡玉だね。そうそう、寝ちゃったね。寝ちゃすげえな、俺の手のひらで。つがいになるといいね、それが目的なんだけど。でもね、俺が見た感じこの子メスだね、多分俺の予想。釈迦のパートナーになるかな。なんか怒ってるし後ろで。
あ、知ってる知ってる。したよ。だから鳥かごをどうしようかちょっと考えてるの今。まあ1ヶ月間ぐらいはねこっちの箱で育てようと思ってるね。名前どうしようかな。まあこの子は人懐っこくなりそうだな。やつが釈迦が嫉妬してるの。私にも構ってよって。あ、3500円でしたよ。東京で3500円だから多分ね、郊外だと2000円以下だと思う。1500円2000円ぐらいだと思う。かわいいでしょう。悠々白書思い出すよね。でもさ、鳥ってさ、こうやって見ると恐竜の末裔なのよくわかるでしょ。ほら爪とかもすごいのよ。足とか見ると恐竜なのわかるよね。コズネさんアイテムありがとう。まだね毛が生えてないからちょっと肉が見えてる。砂肝ってやたら言うねみんな。砂肝が結構多いな。そうそう、目が可愛い。うん、謎だね。謎だね。寒いのか怖いのか。いや多分ね慣れてない部分があると思う。うん。YouTube 用に、YouTube 用に映像を撮っとくか。キャプリ用に。リスナーさん写真撮影はいつでもどうぞ。ひよこじゃない、文鳥だよ。文鳥。寝た。寝かせてあげようかそろそろ、うん、みんなもう OK 寝かせてあげていい。この子多分疲れてるんだと思う。寝かせてあげていい。 OK。 じゃあもう眠いんだと思う。ね7年ぐらい生きるかな。平均寿命7年。長い子だと10年ぐらい生きる。うん、わかんない。どう？風出てる。うん、寝かしてあげようか。じゃあ入れます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。新しいパートナーです。挨拶して。挨拶パッチリお目目見せてください。無理無理無理。うん、寝かせてあげます。はい、おいで。はい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 。中入って中入って中入りな。羽広げないで。降りて降りて降りて。うーん、頑張れ頑張れ頑張れ。よーし、いい子だ。あ、落ち着いたみたいね。うん、いいじゃんいいじゃん、落ち着いたわ。この中で育てます。こっち側あったかいよ。こっち側こっち側おいで。威嚇してる威嚇してる。あーっつって。じゃあ寝かせてあげます。名前まだ決めてない。名前は決めてない。名前何にしようか。何がいいかな。うん、経緯名前まだ決めてないね。じゃあ暗いところに連れてってあげますね。よいしょ。明日から餌付けだ。大丈夫。暗いところ連れて行きます。どこがあったかいかな。これどう、あったかいかな。ここに入れたんだけど、うん、大丈夫だった。台所、冷蔵庫の上は、冷蔵庫の上にさ、中が巻いたポジションだ。滑りそうで怖いな。
こうやってやっとかないと、ずっとこういうふうにやってると暖かくなる。だってやけどするぐらいだから。低温やけど。低温やけど。大人になるとこうなります、うん、大人になるとこうなります。でてん元気だね。じゃあ友達来たよ。さあ、うん、今ねお腹の生え変わり、うん、みんなのアイドルしたかとやきって言ってね、羽の抜け替わりでお腹剥げちゃう。ねえしゃ。うん。うん。友達来たよ。恋人になるといいね。さあちゃん。なんかエアコンわかんないから消しとく？ん？わかんないってどういうこと？風向きの問題じゃないの。ウンダムセーランはほっとけばいいよ。何個産んだの、ムセーラン。だいたいね5個か6個産むはずなんだ、1回に毎日。ムセーランは、ごめん俺ムセーランは分かんないからネットで調べて。多分産んだ卵毎日産むはずだよ。1個だけじゃなくて、いっぺんに5個6個産むはずなの、鳥は。友達来たよ。さあ綺麗だね。さあちゃん、うん、プルプルしないの。ひなはもうねお眠です。寝ちゃいました。なめプルプルしたら発情した。またやりまんやりまんになっちゃった。ダメダメダメ、うん、よいしょ。雑談すっか、うん、雑談しようしたか一緒に。海癖がつくと危ないっつうよりも、その卵を妊娠し卵を産めなくなったらアウト、死んじゃう。卵が詰まるの。さあおいで、うん、おいで。痛い痛い痛い、痛い。さか痛いって、おいで。うん、ごめんごめん。産み癖がつくと危ないっていうよりも、卵詰まりっていうのでだいたいメスは命を落とすから、発情させないように育てるんですよ。今もシャカプルプルプルってお尻震わせたのは、あれは発情なんですよ。そうなったら気を、紛らわせるっていうか、うん、綺麗だね。名前どうしようかな。ノア、ノアでもいいね、うん、これでまたメスだったらショックだけどメス何匹いんだ俺の部屋にって、うん、
バーガーありがとう。焼き鳥、焼き鳥とか砂肝とか好きだなお前ら。まあ、片方は釈迦で片方は砂肝だったらお前は釣り合いが取れねえだろ。買ってきたよ今、奥にしまっちゃった。ちょうど入れ違い。クソカスカオス、うん、ねえ育てると懐くよね。ちょうど生まれて1ヶ月で手のひら乗る子だったから大丈夫だった。おいで、もう超かわいいよ。もうみんなでかわいいかわいいってすごかったねえ。シャーシャーもかわいいよね。シャー美人さんだもんね。マンマンはダメですね、うん、ピチ姫いらっしゃい。モナコインを倍に増やしてきた。へえすごいじゃん。倍すげえな。モフモフ。お腹生えてきた？もう生えねえな。エクトンバイオってあげてみようか。ヒナを見たい？ごめん今寝かせちゃったところだから、うん、ちょっと来たばっかりだからさ、後でタイムシフト見て。このタイムシフト、うん、おーリカちゃんいらっしゃい。あ抜けた、やっぱトヤだな。抜けた羽が。できすぎさん、うん、申し訳ないね。うん、見て、ういうい、あダメダメ、これがダメなやつね。プルプル震わせて、これ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 、これをさせないようにするの。わかる？カオス。プルプルってやるから、これ、これがダメなやつ。シャカ？うん。そう。気を紛らわせんの。これ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 。これ。モリコは紛らわしいでしょ。どっちのノリコかわかんなくなっちゃう。うん、ノリオとか、ノリオとかになっちゃう。ノリオ、うん、いいっつって。いいね、こっち、ふいふい、シャカ、こっちは、シャカ、こっち、こっちは、あー、プルプルした、プルプル、これがダメなやつ。そう、これで可愛くて撫でちゃうとダメなの。一回気を紛らわせる。もうすごいな発情が、ダメダメ。産ませて産ませてって。弁天渋すぎるでしょ、釈迦と弁天うん、今度は西洋の神様から名前もらう。おーバーガー10個ありがとう。いや来た、白白コンビだね。発情期っていうかね、もうずっと発情してるんだよね年中発情してるんだよね。今度は握り文鳥にまで進化させたいかな。釈迦が手乗り文鳥だから握られるのあんま好きじゃないんだよね。たまにこうやって入ってくるようになったけど、ありがとう。手綺麗だよ、大丈夫だよ。さあ卵に足が生えたみたいな鳥、そうだね、スズメに近いかな、フォルムは。見た目はスズメだね、大きさも。スズメ。握りにしたいね。うん。なんか、シャカ。バターの匂い。俺からすると無臭だけど。しない。バターの匂いはしない。無臭、本当に匂いが全くない。懐くと可愛いよ、言うこと聞くし。おいで、こっちは、こっち、シャカ、うん、こっち、
ほんつ、ほいほい、ほいほい、ほい、ほい、シャカ、おいで。あ、発動しちゃった。ダメだっつーの、おいおいおい。ダメだよ。うん、いい子だ。うん。おいで。なんで振るなっつーの、シャちゃん。シャちゃん。シャちゃん、遊ぼう。そう、もうね、いやいや、もうずーっと発情して、だから大変なのよ。女の子は大変。だから、もう子供産ませようってなって。それで、新しい子迎えたんだけど。まあ来年だね。産むとしても。釈迦がもう来年だと4歳になっちゃうから。で、あと噛み合うかどうかだよね。まず押すかどうかもわかんないし。うん。ああ、怖くてできない。怖くてできない。それは。シャーに見せて、なんか喧嘩になったら嫌だから、ちょっとやめとく、まだ。うん、大人になるまで。シャカもまさかこの部屋に鳥がいるなんて思わないから。対面させてみる、ちょっと。ちょっとだけ。今日やめとく？あ、明日対面させてみようか、シャカと。新しい子の名前何にしようかな。シャカ。うん。ストレッチしたの。本能でお世話してくれるかもしれない。勝手に世話しだしたらすごいよ。うん。シャカ、友達来たよ。シャカ。あ、うんちした。あ、うんちした、うんちした。シャカは手がかかんなくていいやな。お前フルーツのサプリばっかり食べてんじゃん。餌食べないとダメだよ。共食いはしないでしょ。前何にしようかな。同じ過去では一応考えてないかな。まだ様子見て、一緒の過去でも仲良くなってつがいになったらするけど、群れる、群れないんだよね、文鳥って。最低でもペアだよね。だよね。そう、鳥は相性が悪いともう喧嘩になるから、一応過去は別に飼おうとは思ってる。でもしつがいになったらパートナーにしようと思ってる。でもね、本当の本当のこと言うと、こういう風に懐くのって1羽で飼ってるからの。群れないよね、文鳥はね。そう。だから複数羽で飼うとね、実は人に懐かないんだよね。友達同士、鳥同士仲良くなるから。だから次の子がこんだけ懐くのかっていう問題があるんだよね。てかもう、釈迦自分のこと人間だと思ってっからな。本当に。なレディーだもんな。あダメだって、発情しないでよ。そんな5分おきに発情してたら、うん、2人になると出てこない。うん、つがいになるってどうなったら、いやもうずっと寄り添ってる。ここの隣に座ってモフって二人でこうモフモフしてる。仲いいの見てわかる。だからもうザつがいだよね。イチャイチャしてる。でもう仲悪いと思う。ビャ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 付き合ったり、もう羽虫行ったり、もうちょっと発情しすぎです。さあじゃあやりまんだよ、やりまん。ねえ。ダメだよ。もうのんちゃんにも発情するでしょ、最近。誰から構わず発情しないでください。おいで。ラブラブになるよ。うん、だから、今は俺とつがいになってる状態なのよ。こうやって俺に発情してるわけだから。そう、これはだからその愛情表現なのね、鳥の。もう俺の手を鳥に見立てて恋人だと思ってるから。
だから、まあ悪い現象じゃないんだけど、死因の一つになっちゃう。いや、さっきからお尻プルプルプルってお尻を震わせ、ちょっとやってみようか。シャカ。こうやって、ほら、お尻震わせてんのわかる？こうやって撫でてると発情するか見てて。シャカ。発情しねえのかよ。どんだけ気まぐれだよ。でお尻を突き出し始めて見てて、なんだよしねえのかよ、言うこと聞かねえのか。うん、分かったよ、うん、今発情したくするタイミングじゃないって、うん、気まぐれだって甘えてきたと思ったら2秒後に吠え出したりするもんで、その感情年齢が低いんだよね。頭はあのいいんだけど、感情が起伏が2歳ぐらい、人間でいうと、うん、こんばんは、ひとぴーさん、こんばんは。お腹が生えてきてほしいな。でね、リカちゃんさ、これさ、トヤで合ってるよね、お腹。ちょっと見てもらいたいんだけど、なかなか生えてこないんだよね。ネクトンあげようか迷ってんの。このお腹がちょっと生えて、少し生え始めたんだけど、どう思う？ちょっと面積が広くて、まあ尻尾とか、このね、お腹のところ、根元のところ生え始めてるから、トヤだと思うんだけど、分譲気強いよ。うん、これトヤだよね。ちょっと生えてきてる。メスだよ。栄養足らないでね、サプリメント増やしてんのよ。でフルーツのやつ与えてんだけど、ネクトンバイオ与えようか迷ってんだよね。文鳥かわいいでしょ。モフモフです。ちょっとお腹が今ハゲちゃってるけど、モフってますよ。どう思う？ネクトン S か、ネクトンバイオがいいって言われたんだよね、今日ペットショップに相談したら。ネクトンあげないとダメか。なんかもう一個のペットショップでこれいいですよって言われたのをあげてるんだけど、メス同士はね、習性が違う。要は発情した時プルプルするのがメスで、オスはね、歌ったりジャンプしたりする。なかなか俺、え、シャカはね、ここハゲるんだよ、ここお腹の部分。子供の頃からなんだよね、ここハゲちゃって。どうすればいいんだろう、このハゲ。ネクトンお薬じゃなくて栄養剤かな。栄養が超高いサプリメント。子供の頃からで、ここがなかなか生えないんだよね。早く生えてきてほしいね、うん、こっち側から見るとハゲてるでしょ、ほら広がっちゃってるんだよね。ネクタン上げた方がいいか。どれくらいで生えてきます、リカちゃん。1ヶ月ぐらい。ネクタン上げるか。ネクタン買ってくるね、明日。栄養の問題なのか何なのか分かんないんだよね、ストレッチした。何なんだろう、2ヶ月ぐらいかかるか。ネクトンあげよう。今ね、シャカがクソハマってるね。もうてかそれしか食べなくて困ってるんだけど、蜂蜜入りのフルーツのやつ、のんちゃんある？ちょうだい、ちょっと。普通の餌食べなくて困ってんだよ。シャカはじゃない、この子がシャカだよ。のんちゃん、のぞみいらっしゃい、久しぶり。はい、これが大好きなの、シャカ。フルーツフードで、これあげたら治りますよって言われたの。ネクトンよりこっちの方がいいって言われたんだけど、シャカがこれしか食べねえんだよな。シャカおいで、よいしょ。よいしょ、はい、ありがとう。シャカおいで。痛い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 、なんで痛いよ。シャカほら、ご飯ペット
釈迦が好きなやつ、ほら釈迦、釈迦が好きなやつ、これはさあ、ツンツンツンってほら釈迦、あ、気づいた。カワツキエサはメインだよ。こればっかり食べるんだよね。で、普通の餌食べなくなっちゃったから困ってるんだよ。で、これがなくなると、これよこせ、これよこせってすごいよね。最近もうけたたましいの。これだけ食べて、で、なくなったらビー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 って、そう、混ぜてるんだけど、だから困っちゃってんだよね、ちょっと。3種類与えてて、カルシウム、ビタミンで、殻付きのやつで、これプラスし始めたんだけど、これがもう大好きでしょうがないの。これがさあ、おいで、食べない、お腹いっぱい。さあ、これはいらない。さあ、ボレーコは違う、ボレーコとは別。ペレットって何？あ、ちょっとネクトンあげてみようか。お腹ね、生えてこないもんね。さあ、今日食べないね、これ。いらないの？さあ、これ、さか、いや、なんか今日甘えん坊だね。気づいて。いらないの、これ。さあ、いや、前髪生えてこないから、俺は。ほら、食べないの。あれ、あんなに大好きだったのに。飽きたの。うん。あー、総合栄養食か。え、前髪回復すんの？本当に？ネクトンで。え、嘘、鳥の餌で栄養剤食べたら俺は前髪生えてくんの？一気飲みしてるつるんだけど、そんなのねえ、俺前髪入ってきたら無敵だかんだ。今甘えたいんだろうね、多分。食べないね、全力で食べないね。まるで言うこと聞かないかんね。ちょっと配信者の、ちょっとさあちゃん、縄跳び難しいか。ちょっと夜は食べない主義。いや、もう気まぐれなのよ、本当に。けたたましくね、よこせよこせっていう時もあるよ。でもね、この子飛ばないんだよ。懐くと可愛いでしょ。さあ、おいで、さか、おいで。いいね。うん、文章かわいいよね。あと、もう一人のパートナー、そう、もうね、ツンデレなんだよ、釈迦は。賢いんだけど、もうツンデレ、もう本当にひどいよ、本当。俺がスマホいじってると、もうスマホをガンガン攻撃して、で、俺が構え始めるとバーって飛んでくのよ。あ、もういいわで、またスマホいじり始める、すぐ寄ってきて、そのスマホなんてやめてよって始まって、で、かまってあげると、もういいもん別にっつって、すごいよ。もうやりまんですよ、やりまんのビッチですよ。いや、もう女の子だよ、釈迦はね。かまうと怒って、かまわないとスマホ。文章かわいいよ。インコとはまた違うよね。その、リカちゃんは文鳥愛好家で、文鳥フレンドなんだよね、俺と。リカちゃん今何匹飼ってる？おい、釈迦。この子飛ばないんだよね。飛ぶでしょ、もっと。あのさ、俺 YouTube の3話か。YouTube の動画見てても、包丁ってこんな感じ？リカちゃん。
全く飛ばないんだよ、子供の頃から。ひどくない？普通さ、もっとバーって飛び回るよね。そうだよね。これひどくない？もう鳥じゃないじゃん。おー、ごめんごめん。手のひらから離れないんだよ。こんなもんなの？リカちゃん、こんなもん？もっと飛び回るよね、普通。異常にね、俺から離れないんだよね。俺の周りにずっといるだけなんだよね。合ってんのかなこれ。俺飼い方間違えてんのかな。そう、そばなんかね、もうオタクなんだよね。もうずーっと俺のところ、俺の手のひらか、のんちゃんの手のひらか、もしくはパソコンのキーボードか、もうこの3択全く飛ばないの。ほんと不安になるよ。お前どうしたみたいな。なんだろうね、飛ぶの嫌いなのかな。こんなもんか。飛ぶのは弱いのかね。跳ね切ったりしてないよ。でもこんなもんか、ね、鳥だろ。鳥だろ。おい、文鳥飼ってみたくなる。もうひな見たらもっと飼いたくなるよ。もうキャワワだよ。ちょっとだけ連れてきてみる。ちょっとだけ、ちょっとだけ連れてきてみる。ひな、ちょっとだけ。シャカ、ま、待てる？シャカ、ちょっと友達、え、キーボードの上に置いとこうか。連れてくるか。ちょっとなんだよ、さっきちょっとなんだよ。もう離れるの分かったらこれだよ。行かないで行かないでって。うんちしたよ。今連れてくるから。いや、行く。ほらな、ね、俺が行こうとするともうこうやって釣り寄ってくんのよ。そう、ついてこう、ついてこうって。私も行く、私も行く。全然急に変わったでしょ、わかる？急に変わったでしょ今。もう行くの分かったんだよ。そう、もう行かない、遊ぼう遊ぼうって。ちょっとこっちが行って、シャシャ。こいつほんと腹立つ。シャカ、ちょっとこっち、シャカ。シャカ、さっき、シャカ、こっち、シャカ、シャカ、キーボード乗って、お願い。分かってやってるよね、分かってやってるよね、あなた、あなた分かってやってるよね。違うって、キーボード乗りなさい、ほら。はい、お願い、シャ、シャ、シャ、お願い、よし、行くよ。ちょっと待ってて、ちょっと友達連れてくるわ。よいしょ。寝てるところすいませんね。坂？ん？ひよこ寒そう。寒そう？はい、この子が新しい子です。ねえ、坂はどっか行っちゃった。かわいいっつって。名前何にしようかね。うん、ひゃーだよね。シャカと比べたら分かるでしょ、全然小さいの。オスだったら嬉しいね。あったかくなってきた、よかったよかった。こっちあったかいぞ。おい、名前ないから呼べないけど、名前何にしようかな。こっちがあったかいぞ。おい、こっちが、おい、こっちが、こっち側よりも、ごめんごめんごめんって、ごめんって。おい、しといて。気が強い。気が強い。足、首も足も座ってない。ごめんごめんごめん。見て。ごめんね。
こっちがあったかいから。ごめんって。威嚇しまくってるよ。うん。うん、おいで、こっちおいで、怒ってる、怒だよ、怒、懐いてなくないよ、全然。この子は嫌がらない方だね。触ってもほら嫌がんないから。あ、釈迦来た。じゃあ伝説のご対面してみようか。釈迦、釈迦おいで。シャ、シャカ、シャカ、シャカ、ほん絶望的に空気読めないな。シャカ、来て、シャカ、シャカ、ちょっとシャ、さっき今度のんちゃんのんちゃんになって、読んだらいいや、ほっとこ、もうほっとこ、読んだら来ない、うん、読んだら来ないから。いやもう釈迦はね本当にひどい。だから新しいこと、新しい子、もう数字持ってかれるぞ釈迦、そんなことやってると。この子の時代来ちゃうよ、この子の時代。釈迦人気取られるぞ釈迦。釈迦母性本能に目覚めたりすんのかな。いきなり奇跡的に来た、嘘、起きた。さあおいで、ご対面してみようか。そう、喧嘩しないでよ絶対。おお、なんだなんだ、ちょっと待って、威嚇し合ってるんだけど、何これ。いきなりいきなりなんか口。え、仲悪い感じ、もしかしてねえ。シャシャカが焦ってるんだけど。おい、なんだよ、おい、なんだよ、つって。誰だ、お前ってなってる。釈迦がね、怯えた時の声出し始めた。さあ、友達。おうおう、嫌なの？怖いの？え、お前、子供怖いの？嘘でしょ？ちょっと、わあ、嫌がるわ。釈迦がビビってる。嘘でしょ？この子が、この子がドシッと構えて、釈迦が全力でビビってるんだけど、嘘でしょ、さ。釈迦、子供だよ。この子全然ドシッとしてるじゃん。釈迦はチキンだわ。さあ、あなたの友達を連れてきたんですよ。ねえ、ちょっとご対面しないの？こんにちはって。ほら、こんにちはって。うん。あ、でも大丈夫かな、入れ物が怖いのかな。いや、我関せずだわ。もっとなんか、もっとあると思ってたのに。でも今泣いてないからね。うん、いや気づいてるでしょ。さあほら、友達。全然、え、私人間だしみたいな。ねえねえ、あなた、あの同族だと思ってないでしょ。こんばんは。うん。知らんつって。うわ、こんなあっさりしてんの？もっとなんか仲良くなるとかさ、なんか喧嘩するとかじゃなくて、こんな自由な感じなのこいつら。知らんって感じ。知らんって感じだね。え、マジか。マジか。我関せずなんだけど、釈迦。そういうノリなの、シャーちゃん。シャーちゃん、君の旦那さんになるかもしれないんだよ、この子。シカとか、シカとか、おいっつって。この子強いな。この子強いな。あったかい？あったかいかい？うん。釈迦のペアだと思って買ってきたんだけど、オスかメスかは分かりません。釈迦がいじめられる。オスかメスかは分かりません。釈迦よりも強いかもな、もしかしたら。いや、多分ね、関心がないんだと思う、あんまり。
全然関心ない。ねえ、メスっぽいよね。俺もそうなんだよね。俺もそう思った。メスだよね、この子多分。多分っていうかね、ほぼ 100% メスなんだよね、くちばし見てる限り。まメスだよね、やっぱだよね。くちばしのこの感じからすると、俺もね、くちばしがね、もっこりしてなくて鋭いんだよ。メスかな、メスっぽいよね。やべえな、せっかく釈迦のパートナーだと思って買ってきたのにメスばっかりになっちゃうんだけど。シャちゃんごめん。友達になって。じゃあ、そう、私鳥じゃないしのノリなんだよ。じゃあごめんね、ごめんね、寝ようね。名前何がいい、名前は、名前何がいい。名前何にしようか。砂肝でもいいですか。みんな砂肝って呼んでるけど、どうする、砂肝。すいません、ダメか。ダメ、なんとした名前。かわいい名前、かわいい名前、何がいいかな。うん、朝ごはん、うん、全然関心ないじゃん、シャカ。どっちも関心ないね。うん。どっちも関心ないってこんなもんなの？なんかもっとあると思ったわ。ごめんな。ゆっくり寝るんだよ。あ、ごめんごめん。じゃあ皆さんに挨拶してください。また明日。よし、おやすみなさい。しよう、はい、よいしょ。よかったね、でもあったかくなってね。釈迦がもう人間だもんね。ひなちゃん寝てきた。シャイナ。いや、発音が似てるとね、多分ね、あのどっちがどっちだか分かんなくなっちゃうんだよ。そう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 。あ、名前はね、早めに決めないと、あの覚えちゃうんだよね。ねえ、シャ。シャカ。返事しねえのかよ。ブッダはちょっとないかな。
ひなかわいい。文鳥さん。やっぱでもそうか、リカちゃんもそうだよな。俺もね、もうね、分かってたんだよね。この子はね、ほぼメスだなって。絶対メスだよね。あの、くちばしが、その、鋭すぎるもん。メスらしいメスだもん、あの子は。オスじゃないよな、多分な。多分メスだよね。だよな。メスがどんどん増えてくな。和道さんの配信癒される。よっさんの配信見てたらへこむ。文鳥のガールズバー、でも文鳥バーとか流行りそうだけどね。タバコがダメか。なんか文鳥カフェとかないのかな。でね、今日ね、ペットショップ4万5000円でつがいだったけど、なんかすごい綺麗なね、あのメキシコじゃない、スペインか、スペインのスズメが売ってて、すげえ可愛かった。ウナはやだな。ウナはやだ。ダミ声になりそうだもんね。ビービーっつって、あーっつって、ビービー。サメちゃんもダメでしょ。何がいいかな。鳥カフェある？ピーちゃん巣鴨にフィンチ系集めた小鳥カフェあるね。え、絶対楽しいもん。何がいいんだろう、名前何がいいかな。殻のままエビ歯茎で揉んでた。エビを歯茎で揉むっていう表現ってさ、すごいよね。どれはないな。あ、フォローありがとうございます。フォローありがとう。何がいいかな。どれは愛せない。どれは愛せないね。色白いしね、まず。まず真っ白だし、カシャ、神話からちょっと東洋のさ、ちょっと最高位の釈迦の名前をいただいたから、釈尊の名を冠したから、ちょっと西洋から神様の名前、神名前、神様からもらおう。芝かっこいいね。芝かっこよくない？芝って何の神様だっけ？破壊神じゃなかったっけ？芝って、破壊の神様だよね。しかも芝ってさ、よく雪のさ女王みたいな芝が出てくる。芝って破壊の神だよ確か。芝は、芝は破壊神だよね。ガネーシャは象だね。ポヨ。小鳥さんの上に何か置きましたか？いや、置いてない。下に、北海道を敷いて、上には何も置いてないよ。マリファナの神なんだ、芝って。へぇ。バステとは猫の神か。鳥の神っているのかな？エジプト神だっけ、芝って。芝って何神だっけ。芝、ゲームの召喚獣の名前しか浮かんでこない。嘘、あのくらいじゃ出てくる。嘘、え、高さが足りないってこと。何を追加したらいい、リカちゃん。ピョンコバピョンってなっちゃう。出てき、え、ピョンピョンって出てきて、いや多分出てこれないと思うよ。芝のサドゥは大麻を通ずシバ神と一体になる。シバはヒンドゥー教か。アナンダ。
私はヒンドゥー教か。ヒンドゥー、ヒンドゥー。上に本、空気吸えないかな。漫画置いとくか。やっぱじゃあグラップラーバキを置いとこうね。やっぱオタクに育てるために。男の子になるよ、うん、グラップラーバキ、バキの17巻、バキの17巻置いてくるわ。ちょっと塞がない程度、うん、塞がない程度にバキ置いてくるわ。強くなる、強くなる。バキで蓋してきたわ。ありがとう、教えてくれて。まだそんなジャンプ力なかったから大丈夫だと思うけど、うん、何がいいかな。砂肝のインパクトが強すぎるかな。バハムート、バハムートとかかっこよすぎるでしょ。バハムート呼んであいつ出てきたらかバハムートおいでっつってピッつってきたらかわいいよね、うん、バハムート、うん、ピクルピクル、あ、ピクル塩漬けの意味だね。ピクルスのピクルだから。サクラ、サクラだとね、サクラ文鳥っていうのがいるからね。白文鳥、餌あげた時の砂肝、うん、餌あげた時の砂肝、何、餌あげた時の砂肝、ごめん、リカちゃん何言ってるか分かんないわ。餌あげた時の砂肝って何。あ、日本、日本っぽい名前、日本の神様から取る。じゃあ白、ん、白、白はさっきあったね。白は出てたね。ブッダの息子ラーフラ、ラーフラって愚か者って意味だからね。自分の息子に愚か者って名前つけたからね。ラフラって確か愚か者とかそういう意味だよね。ゾーマ、あ、ゾーマかっこいいじゃん。ゾーマ文章みんな言うな、ごめん。あのね、あの無理ですよ。もう1時間経過して2回出しちゃったから、さすがに今日は寝かせてあげて。ナミニャン、ごめんね、うん、もう超かわいいよ。空海、うん、ブラフマー、梵天、創造主、なんか、なんかないかな。ペペ、ヤハウェ、ヤハウェは、うん、呼びにくいわ。観音、ヤハウェ呼びづらいね、うん、空海、空海かっこいいね。空ちゃんになる、空、悟空、ガネーシャ、イシス、イシスは女の神様だよね、うん、ビットコイン紛らわしいよね、うん、ビットコインは紛らわしいでしょ、うん、北欧神話、マリア、ロキ、テッテレー適当テッテレー。ハトホルって何の神様だっけ。インド神の何だったっけ。ハトホルってハトホル鳥の神様か。ヤマタか、ヤマタ、ヤマタのオロチ、うん、日本の、日本の神様でなんかかっこいいのないかな。ヤマタケ、日本の神様、ヤマトタケル、ヤマトタケル、パールバディ、ハルク、ガルーダ、モンストで調べたいよ。モンスト、モンスト、モンストは優秀だからね。モンストとパズドラは神様いっぱい出てくるからね。でもさ、日本ってさ、だってさ、マイケル・ジャクソンのマイケルとかってあれミハエルでしょ。なんでさ、その神様の名前って流行らないの。だってあれマイケル、ジョーダンとかのマイケルってミハエルだよね。なんでさ、なんか向こうの名前ってさ、神様とか天使の名前いっぱいあるじゃん。日本でつけないよね、そういう名前。あれ不思議なんだよな。外人って普通に神様の名前つけるからな。漢字ででもなんかさ、
せいとかいうさ、せいやとかのさ、そういう、あれでもドキュンネームじゃん、名前負けするってあるよね、うん、え、マイケルってミハエルでしょ、合ってるよね、カオス合ってるよね、カオスほら英語喋れるから、なんかいろんな国の名前の呼び方あってんね、そうそうそう、すげえ面白いんだよ、合ってるよね、マイケルはミハエルだよね、の英語なまりだよね、うん、何がいいかな、花子今から呼ばないと覚えないかな、自分の名前、ジョンも、そう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 、え、ジョンはね、ジョンはフランス読みだとジャンになるんだよね、ジャンが、ジョンとかジャンってヨハネから来てんの、ヨハネ、ヨハネがなんだ、ヨハネ、ヨハネがジャンだっけ、ジョアンとかね、ドッポってすごいいい名前だよね、オロチドッポっていい、かっこいいよな、あのバキのドッポの名前の付け方はすげえいいと思う、ジャックハンマーも分かんなかったもんね、ハンマケから来てんの、姫とテイとブン、あ、ブンいいね、文章のブンだ、多分ブンが多分一番最初に来た子だと思うわ、うん、姫、キメラ、仏教系から取る、ミカド、あ、ミカドって読むんだ、すげえな、サルダヒコ、あ、三文字の名前好きだけどね、清十郎とかね、かっこいいよね、池田多作はダメだあの、いろんな人を敵に回すからやだ、うん、うん、いい名前になるといいよね、ジュリアン、ジュリアン、ジュリアン、アスカイモコ、なんか可愛い名前、釈迦は木を照らいすぎたからね、今ではもう定着したけど、最初釈迦ってなんだよってなったからね釈迦ってなんだよってね、男でも女でもいいな、そうなんだよね、オスかメスかわかんねえかんな、アマテラス、日本のだから神話の名前ってかっこいいよね、アマテラス、イエス、日本の神一覧見てみようか、大沼ぬおし姫、明る姫、いやでもね、漢字のこの当て字すごいセンスあると思うよ、あくる、あさま、あざみつ姫、かっこいいよね、日本の、あまてる、くにてる彦、あまのほかりし、くにたま、右やはひ、長、すさのおとかかっこいいよね、ひみことかさ、うん、日本神話でもあんま詳しくねえかんな、かぐずちとかかっこいいもんだよ、春日も神の名前なんだ、うん、あんみつ姫は神の名前じゃないでしょアニメでしょ、ににぎ、ひみよ、うめ、
ぱいあるね。いっぱいあるね。スザクは。スザクは四重じゃなかったっけ？スザクは玄武、スザク、あと白虎、あとなんだっけもう一つ。スザク、玄武、白虎、あとなんだ。カムイ、カムイってアイヌ語なんだ。アーシャリ、ゴダイゴ、ゴダイゴいいね、かっこいいね。ちょっと待って、俺ちょっと今笑いそうになったんだけどさ、ウィキペディアでさ、日本の神一覧見てるときにビリケンってあったんだけど、ちょっと待って待って待って、これはちょっと、これなんか貧乏神の上にさ、ビリケンがいるんだけどさ、神なのあれ、ビリケンって。カウントされてるんだけど、日本の神一覧に。関西の神様、ビリケン、ビリケンだけ振り仮名振ってないんだけど。ビリケンって神様なの、あれ。あれ、マスコット対、マスコットじゃないの、あれ。大阪ではビリケンさんって呼ばれてんだ。あ、ナユタっていいね。あ、ナユタいいな。ナユタは仏教の用語なんだよ。ナユタ良くない？ナユタ良くない？え、ナユタ良くない？ナユタって仏教用語だよね、確か。ナユタは漢字で結構難しい漢字書くんだけど、カタカナでナユタでいいと思うよ。仏教用語で、ナユタ可愛いじゃん。ナユタにしようかな。ナユタ。仏教用語だし。バサラ。ナユタいいね。オスでもメスでもいいしね。アシュラはちょっとあれかな。ナユタいいね。ワドタ、オーマイガー、いらっしゃい。ナユタいいね。ナユタ、え、ナユタ、ナユタン。ソワカ、ソワカはあれない、日本語じゃん。あ、かん、あ、仏教か。うん、ソワカはなんだっけ、なんとかソワカっていうような漢字は入れないかな、カタカナでいいかな。釈迦とナユタだったら可愛いよね。ごめん、読み方わかんない。荒屋敷、荒屋敷長えな。荒屋敷、ナユタは可愛くない？のんちゃんどう、ナユタ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 。多分音的にも釈迦と識別できるから、ナユタだと反応しないから、多分ナユタは候補1だな。バルス。滅びの言葉だ。ナユタいいね。カトラン、カトランいいね。ナユタいいね。ロハコはダメだわ。ロハコはゲインになっちゃうから。まあどっちでもいいな。あとロハコさんが家に来た時にちょっと、あの、僕のことですかってなっちゃうから、呼び捨てはやめてください、ワドさん。あ、ごめんって。ナユタいいね。仏教用語でもう一回おさらいしようか。仏教用語多すぎるからな。でも仏教統一はかっこいいかもしれないね。ちょっと
仏教統一は、マントラマントラ、マントラはあの意味合いがね、そう言葉とかそういう意味だからね。ナム君、いや今寝てるね、もう寝かせろアピールがすごかったからさすがに引っ張り出すとかわいそうだね。説法、いやサンスクリット語の響きがかっこいいんだよね。懺悔懺悔、サンスクリット語の発音がかっこいい。ナユタとか日本語の音の響きじゃないもんね。カルマとかかっこいいじゃん。日本だとゴーって言うけど、カルマ、ナユタが一番しっくりくるな。ナガルジュナとかね、鳥かごに布かけてあげて。いいよ、ちょっとここ消すね、カゴかけないで。坂おやすみ。ない歌がいいかな。台場だった、デーバだったとかね、発音的には。いい名前だな。どれはないどれはない。いいね、3いいね。反応しなかったじゃん今3で、多分、でも、まあ大丈夫だと思うよ。死刑の音だと反応しちゃうね、ちょっと考えとくか。ナユタ、ナユタが一番いいかな。ミカド、ミカドはダメでしょ怒られるわ。あの寝とうよう舐めるなよ、寝とうよう舐めるなよ。あまりあのやつらは怖いぞ、やつらは怖いぞ。ミカドはダメですよ、怒られる。一匹だよ、うん、クッキーさん大好き。1話ナユタが今のところしっくりきてるけどね。歩いてる時はノアにしようかなと思ったけど、ノアにしようかなと思ったけど、因果、
ちょっと待って、ちょっと待って、あーでもこれダメなんだろうな。あねえ、なゆたはいいね、なゆたにする。うん、かだ、かだ、かだって何、かだ、およしは、うん、よしは、ただ超可愛かったな。なんだろうね、赤ちゃんって何でも可愛いよね。なんであんな可愛いんだろう。びっくりしたもん、見た時。なんかここに来てからおとなしいけどね、もうギャー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 っつってすごいよ、ダミ声が。お姉さんに懐いてたんだ。多分お姉さんだって、お姉さんだってじーっと見つめて、あの可愛がってくださいねって言われたもん。多分ね、お姉さんがね、あの子の担当だったんだよ、多分。フライパンに入れて、黄身一つ固めると丈夫で大き、早く大きくなる。へぇー。黄身で、いるってこと？いり卵みたいにするってこと？でもさ、ちょっとね、リカちゃん、あれだよ、気分悪くしないでね。あの、鳥のひなに卵を与えるって。ちょっと残酷じゃない？いや、あれだよね、そうそう。牛に肉コップみたいな。そうそうそう。なんか、その、俺の勝手なイメージなんだけど、そうそう。無精卵なんだけどだよ。だけど、その、鳥のひなに、その、なんか、卵を与えるって、そう、なんか俺はちょっと抵抗あるかな。トモ食いみたいな、なんかそれを食べててうまいうまいって言ってたらこれダメだろうみたいな。そう、まあでも栄養があるんだろうね。うん、桃は3位だね。今日はダメだろうね。あと1時間2時間で5000点開いてるから、っていうか今回は最後の日なのに、なんか集計方法っていうか、なんか伝わりづらくない？なんかアイテム投げるとか分かりやすかったんだけど、なんか縄跳びって言われてるけど、なんか飛んでる感じしないよね。ただひたすら見てるだけでしょ、これ。閲覧数か。なんかちょっと分かりづらいわ、今回。赤強いね。伝わりづらいよね、今回の企画。運動会はちょっと盛り上がりに欠けてるわな。ポイントの分配すごいな。5万ポイントをチームで分配するんだよね。生のキリン、要はスクランブルエッグでしょ。スクランブルエッグの中に泡を入れるって感じだ。はい、また来てね、カトラン。多分そういうことでしょ。スクランブルエッグに、その、入れるっていうか。キリンって名前は？キリンかわいいね。キリンはかっこいいね。キリンビールのキリンでしょ。キリンってなんだっけな、馬の足に、キリンって何の幻獣だっけ。馬の顔に、そう、なんかね、頭が違うね、キリン。鱗が生えてて、なんだっけな、何かと何かのミックスなんだよね。鳥だったっけな。キリンは霊獣。竜に馬か。竜と馬の掛け合いか、確か。鹿に似て大きく5メートルあり。顔は竜に似てる。牛の尾と馬のひづめ。だキメラの一種なんだろうね。キリンはかっこいいね。
ちょっと呼びにくいね。キーボードかよ。泡玉にコーティングさせるような感覚。うん、いや呼んでたらね分かんなくなるんだよ、うん、呼んでるうちにね慣れてくるんだ。だってバドーって名前もどうかと思うもんね。釈迦の剥げ方やばかった。え、なんでなんで、なんで病気の可能性あるってこと。え、どういうことリカちゃん教えて。うん、どういうことどういうこと。ちょっとね心配なんだよ。ペットショップでもいろいろ聞いてるんだけど、なんて検索したらいい。あ、ごめん、ひな今見せらんない、申し訳ない。病気じゃない、なんなんだろうな、あれ、なんて検索すればいいんだろう。子供の頃からちょっとお腹が左だけ生えづらかったんだけど、画像で見た方がいい。うん、この子似てるよね。うん、抜け方がびっくりした。ハゲだよね、完全な。結構いるね、調べてみると。こういう状態か。困っちゃうね。これ似てるな。抜け方がびっくりした。どうすりゃいいんだろうな。まあとりあえずネクトン、なんだっけ、バイオだっけ、ネクトンバイオ与えてみるしかないよな。明日買ってくる、ちょっとネクトンバイオ。なんだろうな、トヤが関係あるのかっていう。ネクトンバイオだね、うん、はい、解放お疲れ。トヤなのかどうなのかだよな。一応ヒーターもつけてるしさ、今なんなんだろう、年かな、ストレスね。でもね、尻尾の方も抜けてるから、多分トヤでお腹がひどくなりすぎるんだよね。そうなんだよ、やっとちょっと遊ぶようになったんだけど、ここ 2,3 日っていうか4日ぐらいはもうお風呂も入らないし、そう、外に出たがらないし、泣かなくなってたから、多分トヤだと思うんだけどね、うん、多分トヤだと思う。もともとその結構毛が抜ける方だったから、子供の頃から。
普通の米を食わなくなってるのはちょっと問題だよな。フルーツばっかりだからな。明らかにうんこの色がカラフルになってるもん。あれっつって、そう、うんこの今虹色のうんこ出すかんなしたか。今小島グランプリがダークナイトのジョーカーっぽいメイクしててちょっと見てた。へえ。いやカラフルなんだよ、フルーツばっかり食ってるから。魚の相方買ってきたよ、鉄馬さん。見てみよう。あ、ダークナイトだね。これひどい、うん、これひどいな、ちょっと、うん、でもこっちの方がキャラが立ってるっていうね。残念だよね、こっちの方がキャラが立ってる。毎回メイクするの大変だからね。小鳥バカだよ、そうだよ、めちゃめちゃ可愛いよ。めちゃめちゃ可愛いよ、うん、こう授かるかどうかっていうかね、多分ね、うすうす気づいてたんだけどね、あのおそらくメスなんだよね。どっからどう見てもメスなんだよね。だからあんまりにも可愛いからもういいと思って連れてきちゃったけど、うん、多分ねレズカップルになると思う。1ヶ月だね、まだ挿絵が必要だから。うん、あのくちばしがもっこりしてないのよ明らかに。これからだよ、これからっていうかね、くちばしはあんま変わんないんだよね。文鳥とオスとメスの見分け全然、あの飼ってたら大体わかるようになるんだけど、やっぱメスだよな、あの子分かってたんだよね俺、うん、ね、これがこっちがオスなんだよ、こっちがメスだね。あのね、体が小さいしね、もうどう考えてもメスなんだよね、あの子。これがそうなんだけど、うん、いやメスだな、どう考えても、うん、奇跡的に男の子だったらもうテンションガチ上がりでしょ、赤飯タコ。踊り出したりさえずり出したりしたら俺はもうテンション上がるね、うん、いやそれがね、さっきなんかもっと喧嘩ビャービャー喧嘩するとか、なんかもっとオーバーなリアクションになると思ったら、なんかねお互い無関心な感じだったんだよね、なんかふーんみたいな、ふーんみたいな感じ。先生画像が来てない、何どういうこと、え、何映像来てない、え、どういうこと、ん、どういうこと、画像が来てない、もう色が赤いね、うん、いやもうそうそう、そんな感じだった、何こいつみたいな。なんか変な生き物がいるみたいなリアクションだった。あ、いやいや、やってないですよ、うん、うん、
多分メスだな。またメスが増えてまた盛り問題に悩まされるんだよ俺は。比較画像、あーいやまあじゃあ比較画像出しますか。いや分かりづらいんだよね文章って。出します。これくらい分かりづらい要はくちばしが赤みが強かったりするのよ。赤みが強くてくちばしがちょっと大きめでアイリングって言って目の周りが真っ赤。多分ねこの子がオスだと思うの。この目が真っ赤でくちばしが若干もっこりしてんのよ。で色合い血流がいいのよ。要はこの子オス。多分もう典型的なオス。これメス。いやだからねそれくらいもうプロでも見分けつかないって言ってんだよ。これがオス。こっちがこれがメス。ちょっと若干シャープでこっち盛り上がってるでしょ。でヒナの時はもう壊滅的に分かんないって言われてる。3ヶ月ぐらい経って初めて分かる。こっち側が若干くちばしがもっこりしてるでしょ。で色合いが強くてアイリングがちょっと強い。こっちがメスだね。超分かりづらいよ。こっち側がオス。ちょっとふっくらしてて色合いが強い。こっちメス。でもヒナの時なんかもう分かんないですよ。分かんないでしょこれとこれ。飼ってる人じゃないと分かんないよ。これがオス。これは人形だな多分。これ人形、うん、俺は騙されない。これはメスだな。アイリングが白くて色味が薄い。あ、こんな感じ。ヒナの時はこんな感じだから、これオスメス見分けつかないでしょ。だから無理だよ。こんなの見分けろって無理でしょ。うん。そうそう。子供の頃はもう絶望的に分からんって言われてるね。こんなどっちがオスでどっちがメスだよっていう。ヒナの時はもうなおさら無理だよね。ただなんでさっきの子分かりやすいかというと異常に小柄なんだよ、うん、この子は、うん、分かんないな。ヒナは分かんねえわやっぱり。大人になったら分かるけど分かんねえな。まだまだこれからだよ。これからだけどあの子は分かりやすい。あの子はおそらく女の子だと思う。急成長するかもしれないしね、うん、ちょっと分かんないね、うん、分かりづらいでしょ。性転換はしないわ性転換はしないわ。うん、今日ピンサロ行くって言ってた。うん、え、金あんの？ああ。今日はアイテム控えめですね。今日はまあ飛んでないですねこの枠は。はい、うん、もしよかったらヘタピーさんよろしくお願いします。花火 Please give me fireworks Please give me fireworks。 いいんですよぶん投げちゃって。全力で受け止めますから僕は。カモンエブリバディ。医師のあいつってどうしたの？なんかあった？あ、風船ありがとう解放。
風船ありがとう。別枠で稼げたのなら安心しました。会話になってねえだろ会話になってねえわ本当に。何を言ってるか全然わかんないんだけど、別枠の話なんかしてねえよ、うん、おいみっこさんお疲れ様です。アイテムありがとう、ありがとうございます何の話で横気になるね。見たいよね、眺めたいよね、ずっと。台所で見てくれよ。だって見えない。目を凝らすんだよ心の目で見るんだよ、心の目で。横のとこに温度計置いとこうか、うん、この枠は控えめだって言ってるよ、うん。そうそう、直訳するとアイテム投げる気ありませんっていう。ちょっと電気つけて、ちょっとまた起きちゃうよ。薄暗く見てあげなよ、こっち側に持ってきて。だってあんま動かしたら怖いもん。え？動かすの怖い。いや箱を持って歩くだけでしょ。怖い。何が怖いの？落としたら分かんなくて、うん、落としたら死ぬわ、うん、はいこんばんは、ヤナラッキー、こんばんは。うん、真っ暗にしてるのはひなのためだね。うん、いやひなつうか釈迦のためだね。あのリスナーが騒ぐんだよね寝かせろって。あーごめんごめんした。こっち側パソコンの明かりがあるか、こっち側にこうする。おやすみにした。ひなはあの台所で寝かしてる。うん、ひな買ったけどね、多分メス。多分メス。かわいいよ、めちゃめちゃかわいいよ。めちゃくちゃかわいい。おお、ナイトさんパフェありがとう。ストレスになると人間も脱毛症になるからね。ちょっと様子見です。釈迦に関しては別のカゴじゃない、あのプラスチックケースに入れてる。見えた？のんちゃん見えない。見えない。明日遊んであげよう。明日多分4時間おきにビャービャー泣かれるよ。うん、別赤？え、全然いいよ別赤でも、うん、全然構わないよ。そうなんだよ、発情されちゃうともういたたまれなくなるんだよ。もう抱いてあげたいよね。俺が文章になって釈迦を抱いてあげたくなるんだよ、うん、俺の子を産めっつって。より目の文章が生まれてくるより目のあれってこいつちょっと目近いなって分かりやすいじゃん、俺どこに間違いない。間違いないよ。あでもね、あの白文章、そのなんか外国さんが多いってブログに書いてあったんだけど、あのなんだろう、近かったね、日本の国産だった。でペットショップに聞いた、今もう外国産なんて仕入れてませんよって言ってた。もう流通してないって、
ヒゲも生えてくるかな。名古屋って愛知県だっけ？名古屋って愛知県？うん、合ってる？合ってる、うん。愛知って書いてあったから。博文町発祥ってどこだっけ？博文町発祥。博文町の発祥ってどこだっけ？愛知県だっけ？あ、ワシントン条約で今ダメなんだ。だからネットに書いてある情報嘘ばっかりだよね。博文庁は今外国産ばっかりですよって書いてあって、ドヤ顔で書いてあったよ。博文庁発祥の地はここか。あ、ワシントン条約でダメなんだ。そんなに希少なんだね。あ、愛知だわ。おー、名古屋の近くだわ。あ、ザクロ来たんだ。うん、だよね。あの、愛知県から来たって書いてあったから、多分そっから来てるんでしょう。でもね、なんか分譲少なくなってるらしいよね今。昔はもうすごい生産してたんだけど、今ブリーダーがいないんだって。てか俺文鳥のブリーダーになろうかな、本気で。文鳥ブリ、文鳥ブリーダーどれくらいいるんだろう。うん、だってさ、文鳥知らないもんね、みんな。なんかみんなインコインコって言うもん。だから文鳥がもうポピュラーじゃなくなってるんだよ、こんな可愛いのに。だから確かにペットショップ行くとインコの方が数多いもんな。文章とインコは微妙に見分けつかないのかな。全然違うからって。もうね、俺もうほんとね、なんかね、インコって言われるたびに本気、本当本音を言うとね、若干イラッとしてんのよ俺。インコ可愛いですねって言われるたびに、もう実はもう本気でイラッとしてんの。あのね、もう見た目も大きさも全然違うの。インコって3倍くらい大きいのよ。で、ねえ、リカちゃん、インコって言われるとちょっとイラッとするよね、俺ら。リカちゃんもそうでしょ、文鳥好きとしては。インコ、インコって言われるとね、イラッとするんだよ。文鳥だわと思って。だからね、ポピュラーなんだよ。インコの方が市民権を得てるんだよ。イラッとしない、リカちゃん。でも、しょうがないか。え、でも本当はやっぱイラッとするでしょ、文鳥だしってなるでしょ。全然違うのよ、インコ。みんなさ、インコってどんなか知らないでしょ。いや、見せてあげるよ。あの、大きさも違うし、インコってそもそも全然違う生き物だから、同じ鳥っていうぐらいで、見て、全然違うから。これがインコなのよ。釈迦と全然違うでしょ。なんでこれと間違えるのかが分かんないのよ。色もカラフルだし、大きいし。なんでこれと間違えるの。俺本当にびっくりするんだよ。だ、どちらかっていうとオウムとかだったら、オウムですかインコですかだったらわかんのよ。全然違くない。もうなんていうの、鳥イコールインコだと思ってんのよみんな。全然違うわ。全然似てるところ一つもないんだよ。ブシャイク、そう、俺ね、インコはあんまり、しかも可愛くないっていうか、あんま好きじゃないのよ俺、正直言うと。インコは苦手なんだよ。だからね、ちょっとね、俺は悲しいんだよね。うん、いや別にそんな嫌いってわけじゃないけど、ブシャイクが売りじゃん。なんかこの前、なんつうの、
ほにょって顔じゃん。ほにょってしてるじゃん、ちょっと。ほにょって顔してるじゃん。じゃあね、文章はかっこいいし、かわいいんだよね。だからね、ちょっとね、インコ、インコって言われるとね、俺は傷つくんだよね。か、こいつかわいいな。これは文鳥育ててる人はね、絶対あるはずだ。いや、インコじゃないよっていう。文鳥だよっていう。うん、すげえな、こいつ。悲しいよな、市民権を取りたいよね。パドさん、 LINE スタンプも文鳥飼ってるし、文鳥の玉あるぐらいだから大丈夫。マジか。うん、よかった。ラインスタンプも文鳥飼ってるんだ。いや、あのね、文鳥グッズなんかおすすめのね、リカちゃん知ってる、あの今ハンコ、文鳥のハンコあるの知ってる？あの認め印あるじゃん、あれの文鳥があるんだよ。文鳥グッズ、ちょっと文鳥トークやるわ。すべてのリスナー置き去りにして文鳥トークしよう俺。ハンコいいよね、あれ、あれ欲しいんだよ、文鳥のハンコ。そう、今結構売れてんの、文鳥好きから。文鳥好き、そう、俺ら。これ良くない？これこれ欲しいんだよね俺。かわいい、かわいいよね、いろんな文鳥バージョン。これ文鳥ハンコ欲しいんだけど、これかわいいよね。ワンちゃんもあるよ、かわいい。これがいいな、これで和道ってやりたいよね。そうね、こういうのいいよな。なんか文鳥グッズおすすめのあったら教えてね。文鳥なんでこんなに可愛いのに流行ってないのか。もう一家に一匹いてもいいぐらいですよ、文鳥は。一家に一匹いてもおかしくないでしょ。あの文鳥のフィギュアとか欲しいもんな。でもね、なかなかやっぱ売ってないんだよね。あー、わかるわかる、タイピン、あ、めちゃめちゃ可愛いやつでしょ。わー、いいよね、あれ。見たかもしんない、タイピン。いやー、いいなー。でもネクタイしないかな俺。そもそもネクタイしない。ね、クリップホルダーもいいのあるんだよね。クリップホルダー。あとね、文鳥マニアはあの絶対欲しいね。あの文鳥っていう本があるんだよ。あの伝説の本、絶版になっちゃった。文鳥の飼育の仕方が全て載ってると言われてる、結構古い本なんだけど、あれもアマゾンで欲しいな。なんかね、文鳥のね、あの何だっけ、ザ文鳥だっけな、なんかね、すごい図鑑みたいなやつがあるんだよね。これだ、ザ文鳥だ、これ名著と言われてる。文鳥マニアからすると、あのもう答えが出た名作と言われてるね。確かこれなんだよね、ザ文鳥。これだったような気がするんだよな。なんかね、伝説の本があるんだよね、文鳥マニアの中で。そう、もうここにすべ、文鳥のすべてが載ってるっていう。
伝説の文鳥マニア伝説御用達の本があるんだ。文鳥 YouTuber になろうかな俺。文鳥 YouTuber、 文鳥系 YouTuber になっていい？文鳥の飼い方とかやった。ねえ、あの俺のもう俺が顔に出てくるとさ、ほらお前かよ、なんだよりめじゃんってなるから、そのもう文鳥、文鳥だけを映す YouTuber いるじゃん。ああいう系、声だけ載せてどうかな。文鳥 YouTube 始めようかな。シリーズ、文チューバーいいね、名前ね。文チューバー文チューバーいいね、正和さん。文チューバーいいわ。ブンブンハロー YouTube っつって文鳥のヒナを唐揚げにする感じ。あのね、多分ね、動物愛護団体とかもなんかいろんなものを敵に回すと思うよ多分ね。あの叩かれるとかじゃなくて、この世界、この業界から干されると思う俺それやったら、うん、そうだね、ブンブンハロー YouTube だよ。そう、文チューバーいいね。文チューバーはいいね。え、やる？ワドアカウントに YouTube 上げてみる？文鳥 YouTube どうする？メガヒットしちゃったら世界一の文 Tuber になろうかな俺、うん、文 Tuber になるか。じゃあセット組んで食育ですよ。はい、あのね、ダメ。そんな、もうね、アメリカ人ね、可愛くてそんなね、発言許せねえわ。いや、で、ダメだよ。ちょっと、あ、違うか。バレーニューがやれって言うの、YouTube の方か。ちょっとやってみようか。やってみようか。せっかくね、まっさらな状態だから。餌付けとかさ、初めて飛ぶところとか撮影して。ちょっとやってみようか。ノー編集でやれば時間かからないから、素材取って、うん、やります。じゃあ文鳥飼育、うん、文チューバーでやります。メガヒットしてそれで食えていけるように頑張ります それとも文鳥飼育アカウントとか作った方がいいのかな。別アカでやった方がいいのかな。あ、ナユタはね、あの文鳥のヒナの名前ナユタにしないかっていう。ナユタってどういう感じなのっていう。名前。文チューバーで文鳥グッズが流行れば時の人になれるよ。なんかでも文鳥をなんかその撮影してる人がいるのよ。 YouTube にアップしてる人とかいるんだけど、その文鳥をちゃんと文鳥だけの YouTuber ってあんま聞いたことないから、もしかしたら隙間かもしれないんだよね。ちょっと調べてみようか。ねえ、で俺も文鳥好きだしさ、文鳥好きな人が文鳥系 YouTuber いるかな。結
長記録だけでもいいよね。ね、絶対いいよね、成長記録。ウームに引き抜かれるのが俺なのか坂なのかって問題があるよ、ね、いや君はいらないですって、寄り目はもう帰ってくださいって、坂とナイヨタをいただきますって。そう、裸足で和道はいるのかっていう問題、ウームに引き抜かれるのは俺じゃないっていう、あやめてって、うん、うまくブランディングしたらね、いいかもしんないよね。ちょっとやってみようか、試しに。文鳥好きだし。成長記録で亡くなった子多いから、隙間。え、どういうこと？成長記録で亡くなるって悲しくない？え、どういうこと？どういうこと？タレント犬的な。そう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 。何それ？成長記録で亡くなった子多いからってどういうこと？途中で寿命が来ちゃうの？アップロード終わっちゃう。悲しい。寿命が来ちゃうのか。なるほど。元さんこんばんは。でもやだな、なんか釈迦とかの方が人気出たら俺やだな、なんか。生放送やるために釈迦見せてくださいって言われたらもうイライラしちゃうもん。俺のこと見て、ルックミーって。そしたらもう最悪、もう開き直って、ナヨタと釈迦の、こう、カゴを24時間定点カメラにするもん。そうだね。それいいよね、YouTube ライブでね。もうなんか世界の文鳥からみたいな。文鳥、垂れ流し、パソコンを買うね。もう向こう行ってくれ、向こうでやってるから。そうしよう。じゃあ皆さん今日の放送そろそろ終わりにします。ありがとうございました。 YouTube、Facebook、Twitter などいろいろやってるので、ぜひぜひ皆さんフォローしてください。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。